ちは。こんにちは。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです、はい。今日もご覧いただきありがとうございます。さあ、今日も沼津りえの美味しいレシピ。今日は何を作りますか。おつまみシリーズでしょ。そう。おつまみ。今日からおつまみシリーズやることになりました。まあほぼ1分おつまみ。ほぼね。すごいラインナップですよね。そう。うん、で、今日は厚揚げの厚やっこ。うんもう、秋はやっこじゃなくて厚やっこ厚やっこ厚やっこで、なんだろうパクチーツナのっけお、パクチー大好き。あ、まあパクチーも私たちの好きなラインナップよね。うん厚やっこ、うん、もうほんと簡単だから、ぜひ作ってくださいね。楽しみにしてます。じゃあ、スタート。はい、では早速やっていきます。はい厚揚げね。うんで、今日はちょっと暖かくしたいからこうやってね、切れ目を入れたい。最後まで切らないわけですね。そう、最後まで切らないでこう、はははこういう感じ、はいはい、食べやすいというか、はい、こういう感じでね、はい、でこのままでもいいんだけど、今日はレンジにかけて温めたいです、うん、なのでまあちょっとラップをねかけて、はい、ちょっとレンジで温めてもらっていいですかね。はい、その間にねもう完成する準備をしておきますから。じゃあ今レンジに入れてる間にトッピングを準備します。パクチーね。でパクチーって根っこも美味しいからしっかり洗って食べますよ。ちょっとこの辺だけちょっと切ってね、水気を切って、はい切ります。はい、パクチーね。戻ってきました。あ戻ってきた、早いな。じゃあちょっと待っててね、熱々のうちに使いたいから。葉っぱのところはざく切り、根っこのこういう茎のところは、まあ、ちょっと細かい方が香りが出るからね。おー、いい香り。パクチーって美味しいよね。根っこ、これ刺してるとね、あの芽が出てくるみたいだから、これ水に刺しておきます。はい、細かく切りましたよ。そしてあとはボウルの中にこれね、ツナ缶、これは今日ノンオイル入れてます。もうおつゆごと入れますよ。そしてパクチーね入れます。はい、じゃんじゃん。で葉っぱのところだけちょっとね残しておく、最後にほらおしゃれしたいじゃない。飾り用みたいな、はいはいはい、で合わせます。うん、これだけで美味しそう。そうね、ちょっとこれを、じゃあさっき熱々のここに持ってきてもらっていいですか。はいはい、これです。はい、あちちち、何分かけてもらったの？1分半。600ワットで1分半。おふわふわになってるね。これに、うん、もう乗せます。こういう感じで、うん、こんもりと、はい、でさっきちょっと取っておいた葉っぱをこんもり、いいでしょ、ね、うん、いいね。そしてもうこれだけでも美味しいんだけど、うん、醤油をかけたくなるところでしょ、うんうん、だけどオリーブオイル、おオリーブオイルをこれね、パクチーとツナとオイルの何関係めっちゃ美味しいの。オイルをちょっといいやつをね、うん、そして胡椒ガリガリね、うん、でアクセントのお塩もちょっとだけガリガリ、ツナのね塩味もありますから、これでねなんと完成です。おお、これはいいですね。手軽にできて本当に美味しいの。これ下が熱々で、うん、上がパクチーとこうツナの旨味、冷たいからね、うん、これなんかレモン汁とかピンクペッパーとかね、うん、そうね、あの板唐辛子とかも、あ、いいですね、板唐辛子ちょっと持ってくるか。これ普通に冷ややっこにしても美味しいんですけど、今日はちょっとこう熱い冷たいのコントラストで食べ応えのある、じゃん、こうほら、はい完成です。厚揚げ厚やっこ、冷ややっこならぬ、あ、そうそう、厚揚げ厚やっこ、パクチーなのっけです。おー、美味しそうですね、これね、はい、本当に美味しい。ちょっとアジアン的な感じでね。そう、でもオリーブオイル、あ、そうかそうか、うん、はい、はい、味見します。はい、あ、食べよう食べよう、はい、食べましょう。熱々熱々、いただきます。いただきます。うん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 、もう間違いないです、味。もうめっちゃくちゃうまい。あのね、ツナとね、このね、パクチーがね、めっちゃ合うよね。めっちゃ絡んで味があるんです、いいんですよ。うん、
それに厚揚げがまた、これ何この厚揚げ甘くて美味しいのかな。あのチンしてあったかくしたでしょ、うん、でやっぱ油のコクがあるからね、冷ややっこよりも食べ応えもあるしね、うん、最高の本当に美味しいよこれ。オリーブオイルがねポイントなんだよね。ごま油だと、うん、パクチーの香りも負けちゃうわけ。あだけどオリーブオイルで、オリーブオイルだと癖がないからね、うん、香りがいいのよこのパクチーの旨味を引き出す。パクチーとツナってこんなに合うんだね。そう、本当に本当に美味しい。これあっという間にできたよね、うん、ぜひ本当にやっていただきたい。冷ややっこでももちろんいいけど、うん、厚揚げをちょっとこう切れ目入れてレンチンすることによって上に乗っかたる染み込んでいくのよ、うんうんうん、美味しい。サバ缶とかでもいいんだけど、ちょっとツナとのね相性もバッチリだから。厚揚げって味があんまり染み込まないってイメージがなんかあるんですよ、うん、でも全然もうすごいジュワーっとくる味、そうびっくりしちゃった。美味しいね、美味しいよね、うん、そうそう、熱々でも冷めても美味しいの、うん、でも熱くすることによって味が染み込むからあコクもあって美味しいよね、うん、もうほんと。でもなんかちゃちゃっと作ったようなおつまみに見えないでね。見えない見えないよね。だからぜひぜひ皆さんストックしてあると思うんでね、うん、作ってください。見てください。では、はい、また明日、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした、はい。